日本宮城県仙台市青葉区、五橋日本宮城県仙台市若林区、五橋五橋は、宮城県仙台市青葉区と若林区にまたがる、町名である。かつては五津橋とも書き、今でもそう書かれることがある。仙台市都心部南側に位置し、仙台市地下鉄南北線、五橋駅を中心とする地域である。一から三丁目からなり、区政施向の際、あたご上杉通りを、 社会としたため、1および2丁目が青葉区、3丁目が若林区に分かれて属している。事業者の本社や支社が多く集まる。2000年代には高層マンションの建設が活発化した。2017年4月1日現在の住民基本台帳による人口は5614人であった。2008年4月、2013年10月、2017年4月1日、 現在の世帯数と人口は以下の通りである。江戸時代の5つの橋ご橋小、神道のダルマ像江戸時代の仙台城下町の南東部を南北に走る通りに清水工事があり、道の中央に海挙で幅1メートルくらいの水路が1本流れていた。これと交差する東西の道に両脇に1本ずつ海挙の水路がある道があり、両者が交差する十字路では、 四隅と中央に経営五つの小さな土橋、または石橋が架けられた。一つの十字路に五つの橋があるため、五橋と呼ばれたが、五つの花びらを持つ梅の花になぞらえて、梅花橋あるいは梅貝の橋とも呼ばれた。上述の東西の道は、清水工事より東側は五橋、清水工事より西側は五橋通との町名が付けられた。その交差点の南東角、 カシア・イツハシ賞、神道の前に、昭和の初め頃にキセルを持った赤いダルマ像が置かれた。1945年7月10日の仙台空襲では、交差点の向かいまで焼け落ちたが、ダルマは眼球のガラスが溶けたが炎症を免れ、現在も同じ位置に座っている。イ橋ハシは1966年2月1日の新住居表示施行により、この十字路周辺の地名となった。また、 仙台市営地下鉄南北線、五橋駅開業によって、交差点名は、五橋駅前交差点となった。また、仙台市の政令指定都市移行に伴って、五橋との地名の地区は、青葉区と若林区に分けられることになった。なお、現在、東2番、定2と五橋2との十字路が、五津橋交差点と呼ばれているが、五橋があったのは、五橋駅前交差点の方である。 以前は国道4号が荒町交差点方面から五橋駅前交差点に至ると西向きに曲がって五橋通に入り五津橋交差点で北向きに東二番町通りに入るという経路であったが赤十字病院と三島学園が道の西と東で相対していたあたりから五津橋交差点まで道路が新設された三島学園跡地には原仙台第一生命タワービルにあった 仙台市立病院が1980年に移転してきた。それにこうして、赤十字病院は八木山に移転した。仙台城天守台から撮影した、五橋周辺の高層マンション、写真中央に建設中の仙台トラストシティ、ザ・レジデンス一番町。その右側に、パークハウス仙台五郷タワー、シティタワー仙台五郷、ミッドプレイス仙台、ミッドタワー、 アップルタワーズ仙台、ブローディアタワーと続く。近年、五橋地区は JT 跡地に三井不動産がパークシティ仙台五郷を、アッパグループがアッパホテルやアッパマンションを中心とする高層ビル群、アップルタワーズ仙台を建設。住友不動産もシティタワー仙台五郷。三菱寺所はパークハウス仙台五郷タワーを建設するなど、 都心回帰に対応した超高層マンション建設が活発化している。以前は大型の食品スーパーマーケットがなかったため、仙台朝市などに買い出しに行く必要があったが、近隣のニーデラ2に宮城生活協同組合が出展したため、若干利便性が向上した。ありがとうございます。